君と僕とで世界を冒険してきたけど、泣いたり笑ったりして、僕らはどんな時でも手をつないできたけど、いつかはいつの日かは、ある朝僕が目を覚ますと、この世界には君はいないんだね。愚かそうとして隠れてみても、君は探しに来ないんだ。ああ、君はいつの日か深い眠りに落ちてしまうんだね。そしたらもう目を覚まさないんだね。僕らが今まで冒険した世界と、僕は一人で戦わなきゃいけないんだね。ぼーっと火を吹くドラゴンも、僕ら二人で戦ったね。勇者の剣も見つけてきたよね。ああ、このまま君が起きなかったらどうしよう。そんなこと思いながら君の寝顔を見ていたんだ。どんな青空の時でも、どんな嵐の時でも、手をつないできたけど、こんなに嬉しい時も、覚ますと、この世界には君はいないんだね。起こそうとして揺さぶるけど、君はもう目を覚まさないんだ。ああ、君はいつの日か深い眠りに落ちてしまうんだね。そしたらもう目を覚まさないんだね。僕らが今まで冒険した世界と、僕は一人で戦わなきゃいけないんだね。ああ、まだ見ぬ宝も、僕ら二人で探しに行ったね。星が降る夜に船を出してさ、ああ、このまま君が起きなかったらどうしよう。そんなことを思いながら君の寝顔を、深い眠りに落ちてしまうんだね。そしたらもう目を覚まさないんだね。僕らが今まで冒険した世界と、僕は一人で戦わなきゃいけないんだね。ぼーっと火を吹くドラゴンも、僕ら二人で戦ったね。勇者の剣も見つけてきたよね。ああ、このまま君が起きなかったらどうしよう。そんなこと思いながら君の寝顔を見ていたんだ。最後までご視聴いただきありがとうございました。今がですね、12月30日です。で、明日で今年は終わるんですが、もしですね、明日、動画をアップしなければ、この動画が今年最後の動画になります。本当に今年初めてですね、 YouTube を。
いろんな方に聞いていただいて、コメントも本当に励みになりました。すごく嬉しかったです本当にありがとうございました。で、来年もですね、引き続き弾き語り、やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。それでは良いお年をお迎えください。ありがとうございました。良いお年を。来年もよろしくお願いします。